皆さんどうも、ピーマンドウエス。今回のプロスピエス実況は現在セレクションカーニバル開催中ですのでね、こちらのガチャを引いていきましょうよ。レアな選手が当たるチャンスですからね、ぜひとも当てていきましょう。このセレクションカーニバルではね、巨人で言えばケーシー・マギー。いや、好きな選手当たりますからね、もちろん必ず当たるというわけではないからさ。そして横浜で言えばロペス、阪神で言えばメッセンジャー。メッセンジャー残念ながら骨折しちゃったんだよね、阿部の打球を受けて。残念ですけども、まあ非常に強い選手ですからね、好きな選手ですし、ぜひとも当てたい。これね、他の球団でも見ていくといい選手たくさん当たりますからね。近藤、まあこの人も怪我しちゃってる、怪我人多いな気のせいかな。じゃあまずはガチャをやる前にですね、イベントなどでゲットしたこの B ランク契約書だったりゴールド契約書などがね、全部で6個溜まってるわけですから、まずはこちらからね、開封していきたいと思います。じゃあまずこの B ランク契約書、過去スピードスターですね、これイベントで手に入ったやつですよ。これやっていこう。まあこれはもう B ランク以上の選手が必ず当たりますからね。何が来るかな。重信はいらないからね。あれはいらんわ。あれスピードスターって言えるかどうかわかんないし、あれいらないからお願いしますよ。さあどうだ。言ってたら当たるというね、超いらねえ。もう巨人ファンから見たらこの選手何も魅力を感じないんでね。ベース踏み忘れあったよね。いらないいらないと言ってたら本当に来たよ。まあ、来ちゃった以上は仕方がないからね。はい、重信さんですよ。今話題の重信さんね。なんで話題になってるかはネットで調べればすぐにわかることだ。能力も大して強くねえな。全然じゃないですか。B ランクでこれって結構弱いよ。走塁、いやいや、こんなもんついてないと思うよ。あんなミスする人間がね。うわ、いらないって言ってたら本当に来ちゃったね。さあ、この B ランク契約書、まだあと2個溜まってますのでね。できれば他の選手が当たってくれることを信じてね。大島とかこれ当たりますからね。うん、スピードの速い選手が当たりますから。梶谷とかもね、いるんでね。その辺来てほしいんだよな。どうだ、誰だ。おー、上田か。なんか微妙。スピードスターか。スピードはあるけど、スターではないような気がするんだけどね。重信に続き、上田が来た。足が速い選手が当たるとは言ったけども、なんともリアクション取りづらい選手たちがよく来るね。同じような、お前、重信とほとんど同じような能力じゃないか。何の喜びもね、新しさもないよ。さあ、これ B ランク、あと一つですね。あ、ちょっとまともな選手は当たってないような気がするんですけどね。まあ、最後当たってくれたらいいわ。大島あたり来てくれたら最高なんだけどね。好きな選手だからさ。大島。大島。大島。誰？あ、おー、島来たー。よっしゃー、 B ランクですけどね。これは喜びましょう。言ってたら来るんだね。あんなら最初から大島大島言うとったらよかったわ。ほんならね、重信来なかったの。重信重信って言ってたから来たんだからね。はい、喜びましょう。大島さん来てくれました。これはいいですよ。他の選手と違ってね、打力も、まあ、そこそこにある選手なんでね。うん、これぞスピードスターだよ。スターにふさわしい大島だね。うん。特殊能力何ついてんの？うん、守備能力もそこそこ高めだね。レベル上げてないのこれだけ高いからね。チャンスメーカー付きか。いやー、うちのリードオフマンで打ってほしいね。最強の選手だよ。じゃあ次はゴールド契約書だね。これは一つだけですから、何が当たるかわかんない。もしかしたら S ランク選手とか当たる可能性もあるわけですからね。ちょっと楽しみだよ、これ。ぜひともいい選手が当たってほしいけどね。重信は来んなよ。あ、言っちゃった。来るんじゃないこれ。あ、これで来たらすごいよ、逆にね。来るかもしれないな。どうだ、演出的にはそんなレア度の高い選手ではないかな。おお、メッセンジャーだ。ああ、嬉しい嬉しい。よし、好きな選手なんでよかった。まあこれで S だったら最高なんだけどね。まあそれはちょっと贅沢か。いいじゃない、スーパーサイヤ人のオーラが出てるね。黄色いなまあ阪神の選手だからね。強い強い強い。うん、おお、変化球も素晴らしいね。これ全然もうランクレベル上げなくてもこれだからね、すぐ使えるわ。で、脱三振の特殊能力持ちか。なかなか強そうだね、このメッセンジャー。持ってなかったんだね、メッセンジャー。嬉しいよ、これ。さあ、残るはあとゴールド契約書。5連ゴールド契約書が2つあるからね。これ久々にログインすると、お帰りなさいログインスタンプでもらえますから、4日連続くらいでもらえるんでね。ですから、まだね、ちょっとプロスピ放置してる方は、ぜひ今ログインしてみて。もしかしたら、すごい選手当たっちゃうかもね。じゃあ行きましょう。まず1パック目開封だね。一気に5人の選手が当たりますから。その中にエスレアお宝選手が眠ってるかもしれないね。どうだろう、まずは1人目カキーン。おお、糸井か。阪神勢よく来るね。嬉しい、持ってないんでね。とりあえず持ってなかったら何でもいいわ。で、次、ああ、 B か。加藤翔平、ロッテの選手だね。左が続くな。で、
おお、関谷、うん、何これ、ロッテ縛りですかね、やめてくれません？そんな特別ファンじゃないし。お願いしますよ。他にも来てくれ。おお、丸だ。これは嬉しいね。ふふふ。外野手多めだね。外野手しか来てないような気がするが。で、あ、最後、小川、ライアン、小川ね。うわーん、B ばっかだったな。残念ながら S、A は小塚。一人くらい来てくれてもよかったんだけどね。まあ、でも、糸井持ってないしね。縦島が似合ってるな。広角打法持ちか強いな。ほんで、丸も持ってなかったんで。いや、俺今ね、俺のチーム外野手まともなもんいない感じなんでね。ぶっちゃけこの丸、糸井っていうのは B レア、レアでも来てくれてありがたいよ。使いますよ。さて、残るあと一つですね。5連ゴールド契約書、もう一回やっていきましょう。頼む、 S 来い。これでまず S 当てたいわ。この後ガチャやるけどね。なら最高なんだけどな。どうだ、最初のこの演出見れば何が来るかってわかるんだけど。あー、この演出だと来ないんじゃない。内海さんね。よっしゃ、2017年のシリーズ1は持ってないからいいよ。で、おい、柳田だよ。よし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 。これが S ならもう本当俺発狂してたね。近所迷惑レベルで。まあ B ですから。まあ喜びましょう。で、戸籍。あー、なんとも言えん。お、内川さんで、ラストは大谷翔平。イエース、オーケー。お前、どちらも B ですけど、柳田に大谷来る。いや、めっちゃいいガチャじゃないですか、これね。柳田も今季の顔ですよね。三冠王柳田さんだよ。お前めちゃくちゃ強いじゃないか。ほんで大谷翔平。いや、大谷翔平は俺ね、D とかそういうの、低ランクのやつでも大谷翔平持ってなかったんで、これ嬉しいわ。ずっと使いたかったのよね。能力もクソ高えな、これ。やばいじゃないですか。もうメジャー行けよ。剛速球持ちだね。これはピッチャーの大谷ということなのかな。野手では使えないんだね。あ、そうですか。野手と、投手で分かれてんだね。はい。まあ、残念ながらゴールド契約書だったりで S ランク、A ランクっていうのは当たりませんでしたけど、まあ、大谷だったり来てくれたんで、嬉しいですよ。さあ、ガチャはね、10連スカウト、1回分引いていきますからね、250エナジーが必要だ。絶対いい選手当てましょう。ちなみにこれ1回目の購入なら A ランク以上の選手1人は確定してるからね。ほう、ならば期待してみましょう。何が来るのかな。よっしゃ、じゃあセレクションガチャやっていくぞ、ベイベー。2回目、3回目と当たるのがもっと確率が良くなっていくと思うんだよな。さあ、行くぜ。S ランク来いよ、カモン。250エナジー使うんだ。来てくれなきゃ困るぞ。おいおい、この演出は何かいいレアが来るんじゃないか。ほらね。まず1人目は中村。日ハムの選手だね。そして2人目は、赤いか、これ、ソフトバンクのね。今季活躍してますよね。そして3人目、カモン、モレル持ってんだ。ちなみに A ランクでね。あ、で次4人目、ゴ、ちょっといいの来て、お願いしますよ。はい、5人目、秋山。いや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 、ノーノー、 B はノーだ。 S カモン、 S。 もう立岡6人目で、7人目、エムラ。ちょっと待ってくれ。あと3人だぞ、お前。これ S 来ねえんじゃねえか。まあ、A は確定してるからね。いや、それにしたってだよ。お前来ないんじゃねえか、これ。はい、お次。カモン。中島さん。カットマン、中島。8人目、中島かい。さあ、残るあと2人。ね。信じましょう。次が B なら。ああ、考えたくはないけどね。お願いしますよ。あ、来たかもしれない。これ、何？A か A でも喜ぼう。うん、堂林だ。可愛い嫁さん持ってる堂林が来たわ。カープ女子ならば喜ぶのかもしれないけど、俺カープ女子じゃねえし、汚え男だし、真逆の存在なんでね、喜んでいいのか悪いのか。いや、でもこれ次も A 以上確定じゃないかな。多分次10人目でしょ。いや、来るかもしれないよ。で、かも、何か来る。ほらほら、来たよ来たよ。え、あー、 A だ、最悪だ。中村だ、ロッテだ。だからロッテ縛りやめてくれって。ファンじゃねえんだよ、特別よ、お前。うーわ、なんだこれ。いや、ハズレだろ、お前、どう見てもよ、これよ。最後期待したんだけどな。はぁ、これ見てまず何を思うか。俺の250エナジー返しやがれ、この野郎以外の言葉が見当たれねえよ、もう。はい、今回当たった選手をおさらいするとこのようになりましたね。A ランクは、まあ、先ほど当たった堂林と、中村のみ。それ以外は B ランクですよ。ゴールド契約書の方でも A ランクは出なかったからね。
まあ、個人的には大谷と柳田あたりが当たったのはすんげえ嬉しいんだけどね。これがイスレアならほんと発狂もんなんだけど、そうじゃないしね。ほんで少ない A のレアはこの2人という、なんともリアクション取りづらい選手が来たんでね、対して盛り上がりのないままこの動画終わるというわけだ。これなら投稿しなかった方がマシなんじゃねって思うレベルなんですけど、まあ皆様今見てるのでね、投稿してるということだよ。残念だ、この現実は受け入れましょう。大した選手は来なかったけども、まあ仕方がないね。必ずしもいい選手が当たるというわけではない。それがソーシャルゲームという、それがガチャだからね、仕方がないでしょう。今回は運がなかったと思いましょう。またですね、今後プロスピエースのガチャ動画出していきたいと思います。エナジーが溜まればね、すぐにやって、また強い選手、今度こそは強い選手当てる予定なのでね、あくまでも予定だ、必ず当たるかどうかなんて俺が分かることではないからね。次は大谷翔平とか柳田のSレアが欲しいところだね。次回のプロスピエース動画、またいつになるか分かりませんけど、お楽しみにね。対して盛り上がりのない動画でしたが、ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググッバイ。また会おう。皆さんもプロスピエース楽しんでどうぞ。